この鏡に向かって一生懸命シャドーボクシングをしている女の子は、私の妹、あやこです。私とあやこは小さい時から趣味や価値観が全く異なり、中学生くらいになるとコミュニケーションを取らなくなりました。お互いにお互いを無関心といったところです。しかし、私も大学に入り、親元から離れ生活していると、やはり家族のこと、特に妹のことを考えてしまいます。あやこも今年から大学に入り、東京で一人暮らしを始めました。私は今だと思いました。また小さい頃みたいに仲良くなれるチャンスはきっと今しかないと。そしてもしもし、とてもとても怖い妹にカメラを武器に近づいてみることにしました。あ、今大丈夫ですか？ちょっとママから聞いてる？なんか綾子が女子でボクサーを目指してるっていうのを聞いて、ぜひ被写体として撮りたいなと思ったんですけど。久しぶりに妹とたくさん話したので、途中で泣きそうになってしまいました。はい、じゃあ失礼します。怖い。怖かったけど。今日は妹に話を聞くため、妹が一人暮らしをしている家に行きます。ドリーマーと芸術派なんだよ。ああ、私がドリーマー、あと芸術派だと体力、現実見る派と夢見る派。私夢見てなくない？ドリーマーだよ。だって年賀状でウサギのさ、なんかパソコンで書いてさ、あとアドレスがミノワールドへようこそって言った時そう、でも似てるよね、やっぱりね、似てる。僕ではないよね。似てる部分もやっぱり兄弟だよなって思うところはあるかな。大阪行ってたんだっけ？うん。応援みたいな？監督。ん？何の監督？空手の監督。ねえ、ちょっと待って、それタイヤ？タイヤ。すごいね、どうすんのそれ。あ、こんな感じ。なんかやっぱり。あやこって怖いっていうより、なんか威圧感がすごい。みんなは泊まってんの？そこに横須賀に泊まってんの？そこに住んでんの？うん。でも私はこう合宿する形になるの、たまに泊まったりして。そう、私いても平気かな。あ、でちょっとしたことでも笑ったりしないから、なんかテレビとか見ててももうずっと無表情だし。そっちに電気ちょっとつけてもいいですか？普段つけない。つけない。私今日ここで寝てもいいですか？泊まんの？うん。だってもう遅いしね。こっからどのぐらいかかるの？2時間弱ぐらいかな。あ、そっか。まあいい。いいですか？うん。ありがとうございます。
ライセンス習得試験が2週間後に迫った綾子は、ボクシングに集中するため、通っているジムの合宿所に1週間泊まり込みでトレーニングしています。どっち？どれが海風公園？どこにいればいいの？だから今我慢する。走りに行っちゃうのかと思って。彼女が本当にやるのかということで、はい、やりたいという報道の中で、じゃあやるんであれば一生懸命やる。ただしやるんであれば、私はただ選手になればいいという考え方じゃなくて、例えば国を代表するような選手になってもらいたい。ちょっと上を目指すなら、国際大会でどんどん活躍できるような選手になってもらいたい。というのが私の目標でもあるし、彼女にもそういう目標を持ってね、頑張ってもらいたい。で、国内ぐらいで納得しているようであればですね、それはもう私から言わせれば、ボクシングはやめた方がいいというふうに思っています。綾子は日体大に通っていますが、学校では部活に入らず、この横浜桜ジムでプロのボクサーを目指して日々トレーニングに励んでいます。だいたいその空手はさ、生徒さんにさ、どういう型とか教えてんの？基本とか型も教えてる。組み手はまだ教えてないけど、教えれるんだね。なんか高校でさ、空手やってたぐらいでさ、講習会とか2、3。綾子は高校の部活で空手をやっていて、インターハイの団体で優勝しました。へー、すごいね。今すごい強くしなかった？ダッシュにした。なんで？そう、どっついじゃん。ダッシュって何？ダッシュじゃん。おー、強い。でもさ、昨日さ、夜さ、寒くてさ、2人してなんか被ったよね。そうだ、じゃあ3時間はね。いや、ダッシュじゃなくて3時間にしたら。ダッシュじゃない。おやすみなさい。はい。ついに C 級ライセンスの試験がやってきました。怪我した？合宿中に。合宿中に？毎朝いっぱい走ってんじゃん、10キロぐらい。ロードワーク？ロードだから、だから縄跳びやってないんだ。今日縄跳びもあんの？ジャンプすると痛いんだ。やばくない？やばくない？しょうがない。フットワークもあんまりできないし。ちょっと合宿ちょっと合宿しょうがない。できたね。痛いよ。だって20トルしてなかった。だっていろんなことやった方がいいと思う。すげえと思った。入ってこなくていい。なんで？だってもう終わるでしょ。なんで？
ドラマ出てって。なんで出てって。なんかすんの。ちょっと出てって。もう少しかかる。あの奥さんに聞いたんだけど、うん、ないらしいの。え？だからあの症状もらったじゃん、認定証、うん、あれがライセンスなんだ。あ、そうなの。とにかくあれがあれば試合出るから。C 級ライセンスを獲得したのを内緒にしていた母に見せるために、私たちは2人の地元宇都宮に帰ってきました。びっくりした。大学と待ち合わせしてたの。違う、待ち合わせしたんだけど。偶然あったの。え、そうだよ。偶然あるわけない。え、まだ撮ってんの。なんで。すみません、お化粧してない。あ、そうです。ちょっとね。なんか私の練習撮った時に変なことばっかり言ってくんの。なんで。私、うん、なんでなんか地肌が見えるとか。あの、お茶飲んでる。え、お茶飲んでる。うん、そんなに長く撮ってて15分にまとめるの大変だね。うん、そうそう、15分だろこれを。たったの。大丈夫なの。できんの。多分無理かも。何地域のライセンス取った、3日に。すごいの。これで試合出れるの。なんかスパーリング。え、すごい。でもダメだと思う。綾子はアルバイトで空手を子供たちに教えています。こんにちは。ごめんね、ちょっと遅くなっちゃったね。先生にお願いします。あら、元気ないな。はい、握った手はどこの前ですか。思ったからやけど。嘘。あ、じゃあ、はい、これでしまい。これで大丈夫だよ。まだまだまだ。あ、静かにしてください。よいしょ。はい、OK。なんていうの。ありがとうございました。はい。あ、気をつけてね。これです。3ヶ月ちょっと彩子のドキュメンタリーを撮ってきて、もうほとんどみんな周り男の子だけなんだけど、もう全然気負いせずに練習に励んでるところを見てて、頑張ってるなーって。でも本当に彩子が頑張ってるのを見て、なんか私も頑張んなきゃなーっていうのはすごい思いました。うん、あとすごいかっこいい、かっこいい。やっぱり3ヶ月前に比べたらだいぶ距離が縮まったかなって思いますね。あとは、うん、でももちろんね、うん、あのするって決まってたから、うん、まあ、相手がいないとしてもね、うん、他の階級の人とスパーリングかなんかするのかなとはね、うん、思ってたけど、うん、いや私もね、なんかね、なんかちょっと緊張するんだけど、うん、しかもそれミスったらもうやり足効かないからね。うん、うん、この間のスパーリングみたくテープがとか充電がとか言ってももうもうできないからね。本当だよね。やばい。でも私そういう緊張じゃないんだよ。どういう緊張。何、撮る方専門でしょ。撮る緊張じゃなくて戦う側の緊張になってる。え、戦う側の緊張になってる。なんで戦う女になってんの。なんで全然緊張するの。え、なんか知らないけどね、まあまあね、いろいろ練習とかもね、そう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 、一応やってることはね、うん、見てるからね。そう、本当に本当に大丈夫かなって。大丈夫かなって。
そうなんだ、10週間も。結構相手聞いてるから、もう入ったと思ったら連打した。全然ジャブ。顎を引いてリード。顎を引いてリード。前立て、オッケー、ナイスリード、オッケー。オッケー、よっしゃ。オッケー、ナイスリード。オッケー、ワンツー。オッケー、左。オッケー、ナイスストレート。ワンツー、オッケー。ナイスストレート。ニュートラルコーンでいく、ニュートラルコーン。顎を引いていくんだよ。ニュートラルコーン。じっとしたただいまの競技の結果は赤コーナー箕輪さんの RSC 勝ちでした。時間は2回0分2分以上でした。で回してるのまだ。うん。ちょっと。うんじゃない。実はですね。あのね。そんな大げさなことじゃない。そんな。じゃあ早く言ってよ。違うの。何が。あのね、今回の私のね。うん、作品の、うん、テーマは、うん、あのね、兄弟なんです。あ、そうなの？うん、兄弟がテーマ、うん、で撮り始めたんですよ。泣いてんの？いつかさ、兄弟だからさ、うん、仲良くなると思った？思ってない。思ってない？思ってなかった。じゃあどうなると思ってた？え、このままでいいと思ってた。だって顔さえ忘れてたもん。顔さえ忘れてた？うん。だから街中で会っても多分分かんなかったと思うよ。私のこと？うん。本当に。それはいつもお母さんに言ってる。マジで？うん。多分、最後は、うん、2人のピースだと思ったの、私は。ああ、なるほどね。兄弟だからね。うんうん、ピースしろって。いけます。そこじゃま。え？そこじゃま。はい、お願いします。はい、いきます。映って映って、せーの。今もそんな感じだよ。え？そんな協力的じゃないよ。え？だってだんだん友達とかさ呼んでくれたりしたじゃん。いやだってそういうのはもちろん最初からやるつもりだった。分かった。でも終わったんで。うん。終わりだ。